おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワー。今日は極寒の行徳は駅前公園からお届けいたします。今日は12月は23日水曜日、高野文夫のバイリンガルビデオダイアリーをお届けいたします。冷夏です。今冷夏、ただいまですね6時台ですが、例の早朝連行太極拳1時間を終えまして、駅前公園から発信いたします。とても寒い。なんでこういう極寒の真冬にですね、毎朝このような寒いところへ来て、ある意味で厳しいというか辛い思いをするのかというと、これはですね、私にとったら喜びなんですよね。一日がビシッと締まります。ビシッと締まります。朝5時に起きてですね、いわばこれは私が長年続けてきた空手道の寒稽古みたいなもんですが、今ではとても楽しい修行じゃないです、エンターテインメントですね。もうじきですね、あと1週間以内に私の72冊目の本を出します。ぼーっと生きてんじゃねえよって本です。 NHK のチコちゃんが怒鳴る言葉、ぼーっと生きてんじゃねえよ。はい、ぼーっと生きてる人間はこの世の中 95% ぼーっと生きてると言われてます。 5% の人だけですね、常に考え、常に自分の人生を思い、まあ戦略的と言いますかね、思考を凝らした人生を送っている、これを思考人間と言いますが、私は世の中に思考人間になれということを広めてます。ぼーっと生きてんじゃねえよという本をですね、ぜひ皆様に読んでもらいたいと思います。お金のない人は言ってくだされば私が送ってあげます。私のマネーで大丈夫です。あるいは最終原稿を送ってあげますから、アマゾンの紙の本ですが、最終原稿を送る分には誰も文句言わない。全然法律にも触れませんから、希望者は言ってください。お金がないんで最終原稿をくださいとメールに書いて送ってくれれば送って差し上げます。別に私は本を72冊世の中に出しますが、本で稼ごうなんて思ってません。はい、なんでこのようなですね、歓迎子のような行いをですね、エンターテインメントに思えるようになったかというと、私はですね、過去に3年間新聞配達しながら高校を出て、大学の1年間新聞配達しながら新聞屋から通った その苦しい経験とですね、空手50年やる中で秋山渓谷でですね、まさにこの時期秋川に使ってですね、寒稽古をやったことがあります。これはですね、私の松濤流という流派じゃなくて、他の流派の寒稽古に出てみたんですよね。そこでですね、恐ろしい空手の団体ですが、そこで秋川渓谷の中にマイナスのですね、川に浸かった経験がですね、今でも全く体に染み渡ってます。私どもが大学のですね、稽古では千葉県は岩井海岸の寒稽古、真冬の海の中に浸かってやりました。凍る雑巾掛け、氷でザラザラと凍る雑巾掛け、そのような過去の厳しい思いがですね、骨の髄に染み渡ってるんですよね。ですからですね、我々がボーッと生きてんじゃねえよってボーッと育った人に言ったってわかるわけないんです。要はですね、若い時代に鉄は熱いうちに打てじゃないですけれども、思いっきりですね、厳しい経験を体の中にぶち込んでおくということが、一生自分の人生をですね、ある意味で、ああこんなことはへでもないという思いで過ごせるような人間を作るんですね。今日はちょっとですね、真面目な話でしたが、お聞きいただいてありがとうございました。